今回ご紹介するテーピングは棘上筋テープです。四十肩、五十肩の方、投げる動作を頻繁にするような方におすすめのテーピングです。5センチ幅のテーピングを1本使います。ではテープを貼っていきます。腕は自然に下ろした状態で、肩甲骨の内側にある肩甲棘という骨を確認してください。その肩甲棘から腕の先端の骨の部分に向かってテープを貼っていきます。貼り終わった後は全体を押さえてください。